岡田克也君。委員長。立憲民主党無所属の岡田克也です。今日はまず気候変動、脱炭素化について、総理と議論していきたいと思います。総理は昨年の国会で、脱炭素化の宣言をされました。2050年に温室効果ガスをゼロにする。その発言を聞いたとき、私の率直な感想は、よかった、間に合ったというものでした。つまり、世界の各国が、特に先進国は、2050年ゼロということを次々に主張する中で、残っていたのは安倍総理の日本と、そしてトランプ大統領のアメリカ、そのアメリカが大統領選挙でバイデン候補の当選が決まった、そのタイミングで総理の宣言が出てきた、これがもし遅れれば、日本だけがいつまでも2050年ゼロが宣言できない状態が続く、そうなればこれは非常に孤立化してしまう、そのことを懸念しておりましたので、総理が宣言されたことを私はほっとしたとともに評価もしています。大きなベクトルがようやく合ってきたな、方向性ですね、2050年ゼロという、そこは同じですから、そういう中で、まだ気になる点もいろいろありますから、少し議論したいというふうに考えています。まずこの脱炭素社会実現、総理は国民に対して、なぜそれを目指しているのかということを、簡単に説明していただけませんか。内閣総理大臣、菅義偉君。これ、もともとは産業革命の時代から、この化石燃料について、消費する中で、世界は経済成長してきている、そうしたツケというんですがね、まさに地球の温暖化が進んできている中で、近年は気候変動、これが極めて、大きく異常現象が、異常気象が世界各地でこれ発生してきております。世界全体でこの気候変動問題に対して取り組んで、脱炭素、このことを進めていかなければ、地球そのものが大変な状況になるという、そういう思いでもあります。私はそういう中で、日本はこのカーボンニュートラル、これを皆さん必要だと思いながらも、なかなか踏み切れてない、そういう状況にあったと思います。私自身は環境対策というのは、経済の制約ではなくて、次の成長の原動力になるというふうに思ってますし、すべきだというふうに思います。我が国経済が再び成長していく一つの柱が、やはりこのグリーンだというふうに思います。今や委員からお話ありましたように、脱炭素による経済成長というのはもう世界の潮流だという認識をしています。世界中でビジネス、金融、市場、これも大きくそういう方向に向かっていくということも事実であります。そういう中で、私自身、2050年カーボンニュートラルを宣言いたしました。社会経済を大きく変革をさせて、投資を促し、また生産性を向上させて、産業構造を大転換させ、力強い成長をもう一度日本に取り戻したい、そういう思いであります。岡田克也君。今の総理の答弁を聞いて、ちょっと私はほっとしたんですが、前段の部分ですね、つまり今までの総理の施政方針演説を見ても、昨日の答弁を見ても、成長戦略として、脱炭素化だということが強調されていて、もちろんそれは大事なことだし、私もその通りだと思います。だけどその前段、つまり何のために私たちは、この地球温暖化、気候変動に対応しなきゃいけないのか、
もちろん経済成長の糧にするというのはいいんですが、もっと大きな人類の未来にとって、この問題は極めて深刻だと、その前提が必要だというふうに思うんですね。そしてそのことを国民にどうやって理解してもらうか、そこがなければ、いや、成長戦略なら私関係ない、まあ、そういう意見も出て聞かれないわけですね。世界の若者がこの気候変動について行動しています。グレタ・トゥンベルさん、そして世界の各国で若者がデモンストレーションして、私たちの未来を奪うなというふうに言っています。こういう活動について、総理、どう受け止めておられますか。内閣総理大臣、菅義偉君。ここ近年、そうした活動が広まっているということも事実だというふうに思います。まあ、それだけこの地球気候変動に対して危機感を持って、まあ、世界がようやく、まあ、広がり始めてきているのかなということは、私自身は認識をしておりました。はい、委員長。小原克也君。まあ、ヨーロッパを中心に先進国ではかなりもうすでにそういう認識は広まっている、まあ、日本が、まあ、そのレベルまでいっているかどうかというのは、それは総理もおっしゃるように、まだ十分には私は浸透していないと思います。ただ、最近の、まあ、気候変動といいますか、異常気象ですね。大雨が降ったり、台風が、大きな台風が次々に来る、人が命を落とす、家が流されてしまう、その状況っていうのは、国民も肌で感じていると思うんですね。そしてこれはまあ将来の話ですが、海面の 水面が上がってくる、グリーンランドや南極の氷が溶ける、これ一旦溶けちゃうともう戻りませんから、すぐにということではありませんけれども、しかし、もうすでに島国などでは、国土が損なわれている国が出てきているし、100年、200年の単位で考えれば、日本だって非常に深刻な状況ですね。まあ、他にも生物の多様性が失われたり、あるいは食料が不足したり、貧困が拡大したり、まあ、極めて深刻な人類が直面する最大の私は問題、それがこの温暖化だと思います。総理はその認識、共有されますか。内閣総理大臣、菅義偉君。まあ、そういう思いの中で、私も宣言をさせていただきました。岡田克也君。まあ、バイデン大統領も、まあ、最近もですね、気候変動は人類の存亡につながる脅威だというふうに述べられています。まあ、そういった問題意識で、この問題、まあ、しっかり対応していただきたいというふうに思います。まあ、民主党政権の時に、地球温暖化対策税というのを作りました。温帯税といわれるものですね。まあ、来年度では2600億円程度の税収額。まあ、これ、なかなか大変な作業でした。まあ、反対される産業界の皆さんもおられる中で、なんとかこぎつけた。で、当時の私の思いとしては、まあ、これ、まあ、小さく産んで、大きく育てようと。だ、産みの苦しみはあったけれども、とりあえず作った。でもその後8年間ですね、育児放棄じゃありませんが、これ、育たなかったわけです。最初の制度設計のままですよ。で、こういうことも、まあ、カーボンに価格をつけるということを総理も前向きに検討していただいているようですが、まあ、今ある温帯税そのままとは私は言いません。おかしなところ、十分でないところは変えていただければいいんだけれども、2600億円じゃ、実際のこの税金の効果が発揮できる規模じゃありませんから、このコロナの状況を見ながら、やがてそれを1兆、2兆というふうに拡大していく中で、この温暖化対策の有力なツールとして、私は生かしていただきたいと思うんですが、いかがですか。菅内閣総理大臣。まあ、まあ安倍政権においても、今の固定価格買取制度だとか、地球温暖化対策税、そうしたものについて進めてきているということも事実です。それと私、実は官房長官のときに議長を務めていた、景況インフラ戦略会議というのがありまして、この中で石炭の火力発電の輸出
支援の抜本的見直し、これをやらせていただきました。こうしたことによって、まあ、安倍政権の中でも温室効果ガス、まあ、削減には努めてきました。ただこれを徹底して行うためには、今数千億円じゃなくて、これからどん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 増やしていかなきゃならないということも事実であります。私自身、経済産業大臣と環境大臣、2人に対して、同席のもとに、そうした方向性というものを研究するように、進めるように指示もいたしております。はい、岡田克也君。まあ、総理の方から、温帯税、まあ、炭素税と言ってもいいかもしれませんが、まあ、それを積極的に活用するという力強いご発言もいただきました。ただ今、石炭の話を振られたので、まあ、このことをちょっと一言言わざるを得ないんですが、まあ、効率の悪い石炭火力はやめるというのは、これは一歩前進ですけれども、しかし、高効率の石炭火力はまだ作ってもいいと。しかし今、石炭火力発電所をいまだに作り続けている国っていうのは、私は先進国の中でもないと思いますよ。で、2050年、脱炭素だというなら、少なくとも2050年には、まあ、地中に CO2 を貯めるような、まあ、そういう技術がうまくできない限りは、石炭火力なんてありえないわけですね。私は2030年以降だって、炭素税で、さっきの温帯税でですね、石炭火力が上がっていけば、石炭火力っていうのはもう採算に合わなくなってくる。もうそれが分かってる。それを今、作ろうとしていることは理解できないわけですね。だから少なくとも、まあ、企業にとってそれは大きなリスクだよっていうことは、きちっと政府として情報発信すべきじゃないですか。いかがですか。菅内閣総理大臣。まあ、石炭火力はやはり安定供給性と経済性というのは優れてますけれども、CO2 排出量が多いという、これはことがずっと指摘されてきています。2050年にカーボンニュートラルという方針のもとに、国内の石炭火力発電所、まあ、そのあり方としては、まず非効率の石炭火力の廃止、高効率化、次世代化の推進で電源の新陳代謝を図る。さらにここが大事で、委員と同じだと思いますけど、CO2 を回収して、再利用する技術で脱炭素化して活用したい、こうしたことを、まあ、これから徹底して行っていきたい、こう思います。はい、岡田克也君。まあ、CO2 を活用する、例えばセメントにまず材料として埋め込むとか、あるいは人工光合成とか、人工光合成などは本当にできたら素晴らしいというふうに思いますが、まだかなりリスクのあるというか、先言った見通しのついていない技術ですから、まあ、私はガスと石炭を比べても、まあ、LNG の発電の方が CO2 の排出量は半分、だからもう石炭の出番は私はないと思うんですね、どう考えても、まあ、そういったこともしっかりですね、議論していただきたいと思います。そこで2030年のお話をしたいと思います。まあ、従来、2013年が、まあ、日本政府が基準にしています、14.1 億トンの温室効果ガス、それを2030年には 26% 減らして、そして8割削減というのが従来の考え方、その8割がゼロに総理の宣言によってなったわけですね。でこのグラフは私は非常におかしいというふうに前から言ってきたんですが、2013年から30年までの17年間で 26% しか減らしませんと、そして8割減、今はもう 100% ですが、20年間でしますと、非常にグラフの角度がですね、30年までは緩やかで、その後急激だと、で従来の説明はそれはイノベーションだと。イノベーション時間がかかるから。しかし私は、まあ、下に線を引きましたけれども、もし直線で引けばですね、2030年段階で 46% ぐらい減らさないと、ゼロにならないんですよ。だから総理も2030年の数字について、まあ、言及されてますね。
COP26 に向けて意欲的な目標を決定するというふうに言われています。意欲的な目標のレベルなんですが、もちろんこれ実態を踏まえなきゃいけませんから、できないことを10年後ってのはすぐ分かっちゃいますからね、まあ、そこは分かるんですけれども、でも 46% ぐらい減らすぐらいのことでないと、まあ、国際的にもですね、整合性がないんじゃないかと。例えば2018年の IPCC 総会に報告された 1.5 度 C 特別報告書では、2050年ゼロにきっかけになった報告書ですけれども、2030年は 45% 削減、これは2010年比ですけどね、45% 削減、それからまあ最近の EU のグリーンニューディールでは少なくとも 55% 削減、これは90年度比ですけれども、まあ、それが今の世界の相場感なんですね。だから日本も 46% 減らすというところに相当近づけないと、やはりいけないんじゃないかと、そういうふうに思いますが、総理、いかがですか。菅内閣総理大臣。この2030年の削減目標については、2050年のカーボンニュートラルの目標と整合的なものになるようにしなきゃならないと、これは当然のことだと思います。まあ、そういう中で、水素や洋上風力などの最大限の導入をはじめですね、エネルギー供給の在り方や、地方の脱炭素化、あるいは国民の皆さんのライフスタイルの転換も含めてですね、幅広くここは議論を進めていきたいというふうに思います。そして、ご指摘のとおり、各国においても、さまざまな目標がこれ、示されている、こういうふうに承知しています。日本も世界に先駆けて脱炭素化を実現するためには、野心的な2030年の目標、これが必要だと思います。今年の11月の COP26、これまでには世界に示すことのできるような、国民の皆さんに示すことができるような、そうした目標をしっかり作っていきたい、こう思います。岡田克也君。まあ、今最後は力強く言っていただいたんですが、例えば洋上風力っていうのは、まあ、おそらく2030年代は非常に有力だと思いますが、2030年までに、まあ、今まで息もないですから、まあ、これが立ち上がってくるっていうのは、まあ、非常に限られていると思います。水素も採算ベースに合うような、まあ、そういった水素の生産、まあ、私はそう簡単ではないので、2030年というとかなり限定されるだろう。で、そういう中で大事なことは、今すでにある代替エネルギー、例えば太陽光とか陸上の風力も含めて、それから省エネルギー技術、そういうものを目いっぱい入れていくことで、どこまでできるかっていう、そういう話だと私は思うんですよ。で、この10年でしっかり方向性をつけなければ、2050年ゼロというのは夢物語になってしまう、まあ、私はそういうふうに認識しているんですね。で、小泉大臣にお聞きしますが、まあ、おそらく大臣も同じような認識じゃないかと思います。この10年が大事、いかがですか。環境大臣、小泉進次郎君。岡田委員と同じ認識です。10年、10年というよりも5年ですね。今環境省としては初めて官邸に会議を作りまして、事務方を今環境省が担っている国地方脱炭素実現会議というのがあります。目標はこの5年のうちに日本の中でカーボンニュートラルの先行地域を作ります。そしてそこから次々にそのエリアを広げて、日本の中に脱炭素ドミノを広げていきたいと思ってます。そして日本はどうしても技術ものづくりが好きなので、ついいつもものづくりのイノベーション、技術のイノベーションばかり語るんですが、岡田委員言うように10年で間に合うイノベーションはものづくりの分野で限られると思います。ですのでルールのイノベーションが不可欠で、その最たるものの一つが今まで根付けをしなかったものに根付けをするカーボンプライシングだと思います。それを梶山大臣と一緒に成長に資する形の設計図を描けるか、総理の下でしっかりと検討を進めていきたいと思います。はい、岡田克也君。まあ、地方から攻め上がるっていうのは、まあ、面白い発想だと思います。まあ、地方政府がなかなか動かないので、地方からゲリラ的に
こう埋めていくと。ただ地方でやろうとしても、さっき言ったそのカーボンプライシングとか国の制度、まあ、そこがこうないと、既存の技術を使うといってもそれは採算に合うかどうかというような問題もありますから、まあ、補助金をしっかり国の制度として作るとか、カーボンプライシングとか、やっぱりそこの部分はとても大事だというふうに思うんですね。で、もう一つお聞きしたいんですが、その2030年でその再生可能エネルギー電源構成の中でどのぐらいの割合を占めるのか。で、今ある数字は22から24%です。で、これは私あまりにも低すぎるというふうに思います。例えば経済同友会はこれ 40%。それから経済界の中には熱心に進めているこの温暖化対策やっている、まあ、そういう集団がありますが、ここは 50% と。まあ、私も40から50ぐらいまでの数字にしないと、全体のついつま合わないというふうに考えています。まあ、これも小泉大臣も同じような考え方じゃないかと思いますが、総理、いかがですか。じゃあ、小泉大臣で、はい。小泉進次郎君、環境大臣、小泉君。私も倍増が必要だと思ってます。その上で、なぜそう言うかというと、岡田委員が言った通り、もう需要サイドがそれだけの再エネを求めてます。知事会、これが全国知事会が 40% 超という提言を出してます。で、同友会が先生おっしゃったように 40%、で、意欲的な経団連の加盟企業などが入っている JCLP という日本気候リーダーズパートナーシップというところは 50% 出してます。そしてなぜこれだけ再生可能エネルギー言うかといえば、我々今海外に毎年化石燃料代で17兆円払ってるわけです。この毎年外に払っている17兆円をなんとか日本の地域や国内で回していきたい。全国1700ある自治体の9割はエネルギー収支赤字ですから、本来だったら使える資源を日本の地域や国内で還元すること、循環させることで日本をエネルギーの面においても、さまざまな意味でおいても自立する国家と地域に作り上げていきたい、そういう思いです。岡田克也君。まあ、今の小泉大臣のことに付け加えるとすると、こう国際企業で、先進的な企業でサプライチェーン全体をカーボンニュートラルにするんだと、で取引先にそれを求めている企業が今増え始めている。そうすると日本の企業もそこに、例えばアップルならアップルに物を納めようとすればカーボンゼロで物を作らなきゃいけない。でも電力使うときに、その電力が再生可能エネルギーの割合が低ければ、そういったこともできないわけですね。まあ、そういう意味で、これ、世界の大きな流れを捉えながら、日本もそれに合わせていかなきゃいけない。で、先ほど、この11月の COP26、まあ、総理も非常に注目されていると思いますが、やっぱりここで、今言ったようなさまざまな問題をきちっと整理をして、そして臨まないと、とてもリーダーシップは取れないというふうに思うんです。総理、いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。ある意味では日本の本気度が、この11月の COP26、その方向で決められるんじゃないでしょうか。ですから、そこに向けて、政府としては全力を挙げて取り組んでいくわけでありますけど、今まではどうしても経産省、環境省って、なかなか政府が一つになりきれなかったんですけども、私はこのカーボンニュートラルを実現するために、経産大臣と環境大臣を留任させました。それは今日に至るまで海外のことが進出する場合に、必ず両省で対立をして、なかなか意見を一つにすることができなかったものですから、そういう意味で、この COP26 というのは、極めて大事なことだというふうに認識をして取り組んでおります。岡田克也君。経産省と環境省、協力してしっかりやってもらいたいと思うんですが、グリーン成長戦略、
昨年決定されました政府として。で、この中にも非常に気になることがあるんですね。で、それは2050年に再エネは最大限導入は図るが、電力需要 100% 再エネで賄うことは困難である。まあ、ここは議論分かれるところでしょう。100いけるっていう、まあ、そういう人たちもいる。そして2050年に電源構成の約50から60% をすることを一つの参考値として、今後議論を進める。私、50から60っていうのはあまりにも引きすぎるんじゃないかと。これ、2050年の話ですよ。で、例えば2030年の目標、イギリスは 60.6、ドイツは65、だからそれから20年かかって、そのレベルまでいかないっていうのは、これはやっぱりですね、私、あまりにも後ろ向きだというふうに思うんです。でもちろん、まあ、一つの参考値としてとは言ってますけれども、これ、議論、これをベースにして、議論を進めていくということですから、このグリーン成長戦略、政府が決定したものですが、ここの部分、変えるべきじゃないですか、いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。まあ、いずれにしろ、50% から 60% の数字に対して、まあ、意欲的だという人もいれば、低すぎるという人も実はいることも、これ、事実であります。現状からすればそういう思いなんでしょう。まあ、そういう何だかで、先ほど申し上げましたけど、本気度というのは、やはりこのCOP26 の11月に示す数字だというふうに思いますので、そこは、まさにそこに向けて、私ども内閣を挙げて取り組んでまいりたいと思います。まあ、せっかくの機会でありますから、経産大臣にもどうでしょう。梶山浩司経済産業大臣。2050年のカーボンニュートラルの実現に向けては、大変容易な道のりではないと思っております。政策を総動員して、あらゆる選択肢をついて追求していく必要があります。まあ、審議会の議論の中では、2050年は技術的な不確実性が高いことから、幅を持ってシナリオ分析という形で進めてはどうかというご意見もありました。いろんな方からヒアリングをしております。当然、さまざまな団体からも聞いておりまして、そのヒアリングでは2050年の再エネの見通しとして 100% という団体もあります。80% 程度、27から54% 程度、40から50% といった大変幅の広い見解が示されております。まあ、こうしたご意見を総合的に勘案して、今後シナリオ分析を進めていく上での参考値として、例えば再エネであれば5、6割という数値をお示ししたところでありまして、これが政府目標ではありません。これをベースにどういった課題があるのか、どういったイノベーションをする必要があるのか、また何を克服すべきかということを議論した上で、その上下の数値について議論をしていくということであります。まあ、そのための参考値ということで、目標値ではないということをご理解をいただきたいと思います。はい、岡田克也君。目標値じゃなくても、これをベースに議論していくということになれば、やっぱりそのベースの数字として適切かどうかというのは当然問われるわけですね。先ほど言いましたように、もう2030年段階で、イギリスやドイツは、もうこれ以上の、6割以上の数字を目標として掲げている。それから20年かかって、そのレベルにいかないというのは、私はね、納得できないですね。それはいろんな意見ありますよ。いろんな意見ある中で、100% いけるという意見も、今大臣おっしゃったように、80% という意見もあった、それを取らずに、まあ、50から6という数字を選んだというのは、私は非常に恣意的だと思いますよ。だからこれをもう少し、別に100にしろと言ってるわけじゃありませんし、まあ、これからの技術開発がどういうふうに進んでいくかということは、これは不確定な要素ありますから、いくつかのシナリオを置くというのはいいんですが、ベースが50から60っていうのはおかしいでしょ、私はそう思ってます。小泉大臣に聞きます。小泉大臣の考えはだいぶ違うんじゃないですか。環境省はですね、今ある電力の、まあ、全体の量ですね、これ再エネだけじゃなくて、石炭とか原子力全部含めた、その量の2倍までは再生エネルギーのポテンシャルはあるんだというふうに言ってます。一方で、この50とか60とか、あるいはもっと低い数字を言った人の中には、日本には平地が少ないとか、
あるいは遠浅の海が少ないとか、まあ、そういうことを言ってますね。でも、まあ、コストって話出ましたが、日本の再エネのコストは確かに現時点ではまだ高いけれども、国際的に見れば、もう十分に既存のエネルギーと競争できるところまで来てる。だからそんなに新たな開発しなくたってできるはずでしょう。小泉さん、どうですか。環境大臣、小泉進次郎君。岡田委員にご紹介いただいたとおり、我々環境省は日本の中で今のエネルギー需要の2倍の再生可能エネルギーのポテンシャルがあるとデータを出しています。それを考えれば、我々の前提はいかに再生可能エネルギーの導入量を拡大するかです。で、その中で私は再生可能エネルギーの不信論を払拭したいと思っています。よくコストと言われます。しかしコストは海外でも下がり続けています。日本も間違いなくこれから下がります。そして再生可能エネルギーは太陽光、風力含めて、晴れたときはいいけども、そうじゃないときどうするんだとか、風が吹くときはいいけども、吹かないときはどうするんだと、これ、海外はそれを調整するためのイノベーションをやってるんです。私は日本の技術とかを考えれば、なぜそういったイノベーションにより日本の技術と知恵を使わないのか、それがあった上で初めて17兆円外に払っているお金を日本の中に戻すことができる。エネルギーの自立も財政的にも気候変動対策にも資する、そういった思いがありますから、政府全体として今後決めていく中で、環境省として気候変動を取りまとめる立場として必要な主張をしていきたいと思っています。委員長。岡田克也君。まあ、今言ったその数字、50から60とか、そういう数字はもともとはですね、総合エネルギー調査会で議論されている。総合エネルギー調査会って、まあ、経産省の審議会の一つですね。で、安定供給というものをエネルギーの、まあ、主なタスクとしている。もちろん、その他の価格の問題とかいろいろやってますが、やっぱりもともと安定供給なんですよ、エネルギーの。で、私はやっぱり今、ゼロだと、2050年、カーボンゼロだということが政府の方針として決まっている以上、やっぱりその考え方をもとにして、まず閣内できちっと調整すべきじゃないかと、50とか60とかいう数字が一歩歩きするんじゃなくてですね、環境省と経産省と、あるいは関係省庁が集まって、まずどのぐらいを目指すのかと、まあ、そのことをもちろん専門家の意見も聞いて、まず決めるべきじゃないかと、で、そのことが可能なのかどうかという検証すればいい、それは50、60じゃないだろうというふうに思うんですが、総理、いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。2050年のカーボンニュートラル、これを実現するために、具体的な政策、道筋、そうしたものを専門家の意見も踏まえながら、これから検討を進めていくわけであります。そういう中で、議論を得た後に、2050年を決定する際には、今後の我が国の社会や産業の基本的な方向性を位置づける極めて重大な数値になりますので、これは専門家の意見の関係者からもさまざまな意見は聞かせていただきますけれども、最後はまさに内閣として、2050年ゼロに向ける、向かうという、そうした方向性をしっかりCOP26 までにはつけたいと、このように思います。岡田克也君。まあ、私は総合エネルギー調査会じゃなくて、総理の下で、まあ、しっかりとした議論すべき場を作って、政治主導で議論すべきだというふうに思っています。時間も限られてますので、北方領土の問題、少し取り上げたいと思います。まあ、昨日の鈴木さんとのやり取りも聞いてましたが、まあ、私、よくわからないんですが、この施政方針演説で、まあ、総理はですね、シンガポールでの首脳会談のやり取りは引き継いでおり、これまでの諸合意を踏まえて交渉を進めるというふうに言われました。この意味がちょっと私にはわからないんですね。で、シンガポール合意というのは何か、1956年宣言を基礎として平和条約交渉を加速化させることを合意したと。このシンガポール合意の、まあ、最大の眼目は、それまでの日ソの、あるいは日ロの首脳会談
歴代会談の中では、諸合意諸文書を基礎としてということを必ず確認してきたんですね。で、それはやっぱり東京宣言、従来、領土問題は存在しないと言ってきたソ連、ロシアに対して、北方四島の名前を明示して、そしてそこに領土問題が存在するということを確認したのが東京宣言です。もちろん、どこに線引くかまだ、これは両国で合意してませんが、領土問題存在するということを確認した。ところがシンガポール合意ではそれをあえて、今までのやり方をやめて、56年宣言だけを言及したと。ここで大きく変わったと思うんですね。つまり、56年宣言というのは、国後や択捉は出てこない。ハウマイ四股団も引き渡すとしか決めてない。そういうものに限定したということは、まあ、私は安倍様はそこで二党に完全に舵を切ったというふうに思いますし、そう思われても仕方がない。ところが総理は今度ですね、諸合意を踏まえてって言い出した。そうすると東京宣言やイルクーツク声明、この前、枝野代表の質問に答えてましたよね、諸合意ってのはそういうものだと。これはシンガポール合意と路線が変わってるんじゃないかと私は思いますが、同じなんですか、総理。内閣総理大臣、菅義偉君。まず2018年11月のシンガポールの首脳会談では、1956年宣言を基礎とした平和条約交渉を加速させる、このことで合意をすることが確認をされています。日露の首脳会談の中で、その際のやり取りは引き継いでおり、またこれまで両国間の諸合意を踏まえて交渉していくという、その考えも変わりありません。それで、今、委員から言及ありましたけど、この両国間の諸合意というのは、2018年のこのシンガポールの合意のほかに、2001年のイルクーツク声明だとか、1993年の東京宣言、こうしたものが含まれております。はい、岡田克也君。総理、答えてもらってないんですけれども、2018年の安倍さんとプーチン大統領とのシンガポール合意っていうのは、諸合意っていうのを外したんですよ。今まで必ず日本外交の成果として、掲げてきた諸合意っていうのを外して、56年宣言だけを基礎とすると。だけとは言ってませんが、他は言及せずに、56年宣言を基礎とする、それが、まあ、今回、また諸合意を踏まえてというふうに総理が言われると、それは私には元に戻ったんだなというふうにも思われますが、総理は変わってないというから、私には理解できないんです、いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。今、私、申し上げましたように、まずシンガポール合意、その際のやり取りはこれ、まあ、引き継いでおり、これまでも両国間の諸合意も踏まえて交渉を進めていく考えに変わりはない、これが政府の基本的な考え方です。はい、岡田克也君。日本政府の考え方がどうこうということではなくて、両国が何を確認したかと、それは議論のベースですから、それは大事なんですね。でシンガポール合意では諸合意というのは言及されずに、56年宣言のみが言及された、これを基礎とする。じゃあ、今度プーチンさんに会ったときに、いや、諸合意も踏まえてとおっしゃるんですか、総理。相手はですね、これ、シンガポール合意と違うって言って、怒り出すんじゃないですか、いかがですか。内閣総理大臣、菅義偉君。日本の立場というのは、今私申し上げたとおりに、シンガポール合意、そしてイルクーツク声明、東京宣言、こうしたものが含まれるというのが、日本の正式なこれ立場であって、それは変わりありません。はい、小倉克也君。日本の立場といっても、安倍さんとプーチンさんで、そういったものをあえて言及しないシンガポール合意、だから注目されたんでしょう。それをまた諸合意が、じゃあ今度の首脳会談で
いや、諸合意もまだ残ってんだよというふうに言われるんですか。まあ、私は、いや、私は歓迎してるんですよ。その、やっぱり今までの東京宣言をはじめとする諸合意がないと、二党だけになってしまう。いや、それどころか安倍さんはその二党すら取れなかった。まあ、かなりですね、私は日本は今、不利な状況になっていると思うんです。それをもう一回巻き戻す、それが菅総理の役割じゃないかと思ってます。続きはまた別の機会でやりたいと思います。終わります。